はい、今回ですね、トラスコの台車で小回りくん購入したので、開けてみました。こちらの台車ですね、本体の重さが 3.9g と、とてもですね、軽くて持ち運びもですね、非常に楽にできて、便利な、台車です。で、最大がですね、100キロまで乗せることができますので、これぐらいあればですね、ちょっとした荷物の移動だったら十分かなと思います。で、今回青を買ったんですけれども、他にもですね、黒とかグリーン、オレンジ、ピンク、紫、白、このようにカラーバリエーションも豊富なので、いろんな色ですね、選べるのでいいのかなと思います。はい、持ち手の部分ですね、ここになるんですけれども、この持ち手の部分がですね、折りたたみできるようになりまして、ここにストッパーがあるので、ここをスライドさせることで、自然とですね、この持ち手がバンとこちらの、手前の方にですね、倒れてきたりすることがないので、ストッパーがあるのが非常にいいと思います。はい、それとですね、ここの丸いところですね、ちょっとゴムのような感じの素材でついてまして、こことですね、下の方にもう一個ついていて、荷物がですね、滑らないようにですね、滑り止めの役割をしてくれてるみたいです。はい、それとですね、持ち手の部分が横側と上側、縦持ちと横持ち両方できるようになっているので、非常に運ぶときに便利かなと思います。こちらのキャスターですね、前側なんですけれども、こちらがですね、こう自由に動くようになっています。このキャスターもですね、音がですね、非常に静かなものだということで、すごくですね、持ち運びの時に音が出ないのでいいのかなと思います。はい、こちら側ですね、手元側の方になるんですけれども、こちらのキャスターはですね、固定になっていて、このようになっています。この紙にもあったんですけれども、オプションでですね、ストッパーの装着もできるようです。はい、それではですね、実際に持ち手の部分をですね、上げてみようと思います。まずストッパーを外します。このような感じで起こしてですね、はい、今のように下の方にクッと入れると、これで固定されます。これでですね、持ち上げても、持ち手は固定されてますので、このような感じになります。で、この取っ手をですね、元に戻すときはですね、ここにある、レバーを押してですね、この手持ちのところを引き上げます。はい、このような感じになります。今動かしてみた感じでもですね、かなり音が小さかったので、非常に、音が抑えられていいかなと思います。
試しにですね、犬をですね、乗せてみたんですけれども、だいたい8キロぐらいあります。この状態で少し動かしてみようと思います。このような感じで非常にですね、軽くですね、動かすことができますし、音もですね、非常に静かです。今回ですね、トラスコの小回りくんの台車買ったんですけれども、一緒にですね、専用のこのカバーを購入したので、こちらの方のカバーも開けてみようと思います。カバーあるとですね、車とかに乗せるときにキャスターの部分とか汚れたりすると、車の中汚れたりするのが結構気になると思うんですけれども、こういったカバーですね、あるとですね、ぴったり、収納できるので、かさばらずにですね、汚れも気にせず使えるので非常にいいかなと思います。この部分がマジックになっていて、止めれるようになっています。それでは実際に入れてみます。このような感じで収まります。この取っ手の部分はですね、出ますけれども、台車自体はですね、このような感じでしっかりとカバーぴったり収まりますので、車などにですね、入れても汚れる心配がないので、一緒にですね、台車購入した時は一緒にこういうカバーもあるといいと思います。